さあ、今日は雪を求めてファミリーゲレンデです。むす、そう、あとついたね。うまい。見て、ぐにゃぐにゃハの字になってまっすぐ、スキーまっすぐで、まっすぐで歩いてごらん。息子はぐにゃぐにゃ去年の1月からミニスキーをやってるので結構上手になりました。え？ね、車はそこにあるね。まあ雪はこの北の北側斜面、まあ日陰ですねだけ残ってて、周りはもうすぐ雪がなくて山菜取ってる人もいます。それ前見えてんの？よし、さあ、あそこスノーハープ、スノーハープ後ろ、後ろ、あっち、あっち、うん、まあ今日は北風が強くてちょっと寒いですけど、だからこそこうやって雪も残って滑るのでちょっと楽しんで、テレマーク BC 黒缶テレマーク練習します。息子はパンダスキーです。大丈夫？転んだ？転びそうだ。じゃあこっちもやってみる？どうだった？これ身を一回食べたい。はい、こぼした。はい、ごめん。ちょっとだけ温めて。魚の味する？うん、おかわりって、おかわりする？おかわりって言ったらいいよ、おかわりあるよ。この魚？うん、イワシ。切っちゃったね。朝ね。ダメって言ったのにね。
ーも一緒だよ、一緒。乾杯って。乾杯。乾杯。GoPro ビデオオフ。最後はこれ。ホットミルク。見て、ちょっと。そうです。触ってごらん。触ってごらん。高いでしょ、うん、飲む、うん、もう多分飲めるよ、コップで冷えてるから、うん、ってなる。うまい、うん、親父じゃん。どう？どう？おいしい？うん。どうって言われたら、おいしいとかおいしくないとか。またこれおかわりしてくれるパパ。いいよ、あげるよ。牛乳いっぱい。パパおかわり牛乳。はい。ちょっとあったかいの見せて。あ、あちゃ、あちゃ。あったかい。あったかいのが美味しいでしょ。これででももうおしまいになっちゃう。GoPro ビデオストップ。なんか反応したよ。僕のビデオストップ。して。ちょっと待って。あ、撮れてるよ、ほら。撮れてる。GoPro に話しかけてみて。僕のビデオストップ。おさらちょ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 、もうちょっと、もうちょっと。 GoPro ビデオスタート。僕のビデオストップ、ストップ。うわ、これも。おかえり。ただいま。帰ろ。帰ろ。明日は保育園。明日。明日。また。ここ下りや。ここ下り。ちゃんとブレーキやってよ。よいしょ。そうそう、それ、それでもスピード出るよ。うん、速くなるから。ちゃんとブレーキして。よいしょ。よいしょ。あ、速い。速い速い。速い。速い速い。ボヨンボヨンって出るの。そうそう、スピード出るよ。ほら、パパ行っちゃうよ。靴が当たってるよ。これ？うん。擦れてる音がするよ。いやー、遠すぎる。何が？何が遠い？
そう。え？ツヤピカ？あんまわかんない。おー、いいねいいね、さすがだね。ピカピカですよ。というのもね、この靴も元からピカピカなんですよ。ここ貼っちゃったけど、魅惑のレッドソールですよ。わかります？ルブタンス、多分日本の黒缶選手でルブタン履いてるのなんていないんじゃないですか。まあ趣味の世界ですね。ちょっと汚ねえな。マジこうやってきれいにしておけばねえ、キスできますよ。キスマイキックス。キックスって言われるもの類じゃないけどね、ルブタンは。どう？ビカってきた。まあ普段のね、トレランシューズや黒缶ブーツの手入れの動画載しても面白くないから、今日はこういうのを撮ってみました。あと最大に撮ってみた理由はこれ、腕革なんですよ。ちょっとこれにね、ちょっとこれやってみようかなと思って。いいな、これめちゃくちゃしみるな。正しいのかな、革ジャンってどうやって手入れするの。やべえ、ちょっとこれ靴用だからちょっと臭いかもしれない。
でもこうしないと水に濡れた時どうもどんどんダメになっちゃうからしょうがないかな。しっかり塗り込んで。大切に使います。こんな塗り方してる人いんのかな。GoPro ビデオストップ。見て、やばい。全然違う。全然違う。めっちゃ柔らかいもんこっち。でもちょっとワイルドすぎたかな。手がちょっと黒い靴職人の手になっちゃった。ワイルドだろう、ワイルドだろう。こうやってワイルドだろう。手に取って塗るぜ。足りないな、もうちょっと塗るぜ。いやでも格段に早いわこれ。最高。これでまた冬に切れます。雪のね、濡れた時は多少は水に強くなってくれます。いいじゃないの、いいじゃないの。なんかここの皮が一番いいな。オッケーオッケー、わいいじゃん、いいじゃん。ちょっとこの辺できてないわ、全然。以上、シューズ用クリームを革のジャケットに使ってみたでした。結果ちょっと匂うけどツヤ、ツヤ丸、柔らかさ丸、トータル20丸っすね。